見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。で、これまで多くの公務に真面目に律儀に取り組んできた眞子さま。その歩みを振り返ると、眞子さまの人柄や典子さまの思いが見えてきた。エリア1年11月1日号から。*眞子さまの一番有名な映像は1993年8月の軽井沢、犬との遭遇、だと思う。もうすぐ年になる眞子さまは、紀子さまに抱かれていた。そこにやってきた散歩中のゴールデンレトリバーが、手を伸ばす眞子さまにジャンプした、怖い、としがみつく眞子さまに、紀子さまは、お友達になりたいのね、と言った。可愛い眞子さまと若く賢い母の典子さま。この映像は、何度も放送された。あれが典子さまの教育の本質です。そう語るのは、しがりつこさん。学生時代、東南アジア青年の船、で典子さまと一緒になって以来の友人だ。物事は捉え方一つで違う面が見えてくると考える典子さまだから、ごく自然に、怖い、を、お友達、に切り替えた、天然、で、誰にも優しく接する典子さまなのに、眞子さまと没交渉だとか、職員にきつく当たるなどと書かれている。そういう報道は匿名の、関係者、が語っていてもやもやする。娘を遠くに送り出す典子さまの心が、少しでも軽くなってほしい、と志賀さん。紀子さまは18年、秋篠宮さまの誕生日にあたっての会見に同席、眞子さまのことを、母親として、と断り、語った。結婚が延期され、体調が悪くなる中、それでもブラジル14カ所を訪問した眞子さまのことを、本当によく頑張っているな、と褒めた。待っていてくれる人がいると、紀子さまはいつも言っています。そして、そういう姿を背中で子供たちに見せてきました、と志賀さんは言う。勤め帰りの、普通、の姿秋篠宮様と眞子様は10月5日、パラグアイ政府から勲章、国家功労勲章特別第十字型章、を贈られた。秋篠宮様は6年、日本人のパラグアイ移住70周年にあたって同国を訪問。眞子様は16年、80周年にあたって訪問、18年の歌会はじめ、お題は、5、で眞子様は、パラグアイにて出会いし日系の人々の語りし思い心に残る、と読んだ。